下り線で入り口新婦駅は山梨県にら崎市中田町中条にある東日本旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は CO47 新婦駅周辺の空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成第二次大戦末期七里は大地に大規模な地下号を掘りそこに 軍事工場を建設する計画が陸軍によって建てられた。新婦駅はその計画に従い中央線の輸送力強化の目的で設置された。信号場であった頃から客扱いを行っていた。加速線はホームの延長方向に直線上に付設されていたが有効長延伸のために本線に沿ってカーブする線形に改められた。 下り本線に沿って減損する築定は延長後のものである。1962年5月14日、国土地理演撮影の航空写真には工事中と思われる加速線が写っている。10パーミルの勾配場に相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ホームは重上げされていない。かつて信号場であった頃には、函館本線人山駅に残っているような加速線があった。 ホームは、森土の上に設けられていて、ホームから階段で外部へ出る。二つのホームは直接は連絡されておらず一方から、他方へ移動する際には、階段で外部に出て、線路の下を通る行動を経由し、また階段を登らねばならない。ニラ崎駅管理の無人駅であり、このような構造であるため駅舎はない。待合所も設けられておらず。 ホーム上には短い上屋とベンチのみが設けられている。各ホームの階段を登った場所には、それぞれ1台ずつ、簡易スイ改札機と乗車駅証明書発行機が設置されている。また2007年11月9日から発車メロディーが使用開始された。案内上の番線番号は設定されていない。1日平均人員は、 山梨県統計年間の数値を1年の日数で割って算出。新婦信号上に関するカテゴリー、ありがとうございます。